まあ、あのタツ君が抜ける形当てて落として3人目っていう形があのゴールの前にももう1本ぐらいあって、まあ、あの形はすごい鹿島さん球際来るし食いついてくるっての分かってたんでそこをタツ君のスピードでうまく測ってたところだったし、まあ、あのマイナスのところは常にこう出した後に入ってこうっていうのは思ってるんでタツ君がよく見てくれてたなって思うし出してくれて本当に感謝してるしそれをうまくファンに流し込めてよかったかなと思います。あとはやっぱゼロで抑えられたっていうのはなんか自分たちがあの一つになって戦ったことだしやっぱ守備してる人たちディフェンス陣の安定感がすごいんで自分たちも前からいけるしそこの信頼関係っていうのはすごい築けてきてるんで、まあ、これをまま継続して最初は上ですけどしっかりあの戦って突破したいなと思います。今日ゴール決めた後にあっち側に向かって山ピースしたんですよ。そしたらもう結構な数の人が山ピースしてくれててあすごい浸透してるなって思うしなんか一緒にやられて結構見えるんですよ。グラウンドからもあの観客席すごい見えるんですごい嬉しい気持ちになったしなんかちょっと気持ちよくなって3回ぐらいやっちゃったんですけどこれからもっとできるように頑張ります。